山寺です。今ですね、西明石駅におりました。でね、駅前ですわ、駅前ね、駅前にこのね、なんていうの、西明石地下街周味、地下周味街っていうの、これなんていうの、ちょっとわからないですけどあれなんですけど、ここ行こうと思います。なんかディープな雰囲気なんですよ、めちゃくちゃ。ここの中に立ち飲みが何軒かあるみたいなんで、前回はね、馬安さんっていうお店ちょっと紹介させていただいたんですけども、馬安さん以外にもちょっと違うね立ち飲みもあるみたいなんで、行ってみたいと思います。では行ってきます。もうね、なんとも言えん昭和の雰囲気ですよね、これ。なんかどこいうの、これなんか新宿とかあんまり分からないけど、なんかこう地下街のね、こういう飲み屋、これはちょっとなかなかディープですよ、ほんまに。うん、ちょっと階段下りますけどね、階段気ぃつけながらね。いやいや、これほんまにね、こんなとこがあるんですね。まあほんで店も開いてますわ、実際に何軒かやってるみたいなんで、まあ半分ちょっとシャッター閉まってるとこもなんかあるような、ないような、あるわな、実際閉まってるもんね。そやけどちょっとね、すごく良さそう。なんかこれカラオケステージとか書いてますよ。皆さんどこ行こうかな、悩みますね。うわー、めちゃくちゃ悩みますわ。でも立ち飲み行きます。うん、立ち飲みここ行ってみようかな。うん、ちょっと行ってみたいと思います。はい、まずはですね、プレーンチューハイからいただきたいと思います。乾杯です。めっちゃ美味しいですわ。ちょっとね、汗かいとったんでね、この冷たいのがいいですわ。まあね、アルコールはね、水分補給にはならないと思うんですけども、なんかね、ちょっとね、一旦喉をね潤して、もう、いい感じになってきました。うん、今、うまい、最高。はい、タイのですね、アラ炊き注文しました。300円。うまそうですよね。アラといてもね、一応身もちょっとだけね入ってる。うん、要するにこういうの絶対美味しいですよ。明石ですからね、今ね、明石と言ったらタイね、いいですよ。うわー、もうこれアラですけどね、美味しそう。タイ美味しそうです。いただきます。めっちゃ明るいところに来たら、うまっ。めっちゃ美味しい、これ。うん、お水をください。はい、最高。はい、次ですね、揚げナス、あ、ごめんなさい、焼きナスね、焼きナスの煮浸しっていうのをいただきたいと思います。これめっちゃ美味しそうですよ。焼きナスの煮浸しですよ。いただきます。焼きナスの煮浸し、うまいですね。優しいだしの味で最高。うん、もうこういう料理いいです、大好き。うん、すいません、プレーンおかわりいただけますか。すいません、お願いします。はい、2杯目です。2杯目のチューハイです。おいしい、最高最高。鶏つくねです。結構ね、ずしっと重たいですよ。鶏汁がたっぷり出てうまそう。いただきますね。うまっ、めっちゃおいしい、めっちゃうまい。これ何、これすごい、最高ですわ、うまい。次ですね、鶏胸のたたきですね。うまそうですよね、胸のたたき。これにちょっともみじおろしをちょろっとこうネギとね一緒にのせまして、ちょいっとこうくるんでですね、くるんでこれをポン酢かな、ちょっとつけていただきます。うまっ。
ンメン。お、よし。めっちゃ新鮮で美味しいよ。最高です。鶏むねの方です。ここはね、なんか知らないですけど、女性の客、お客さんが多いです。あれかな、マスターが割とこうイケメンなんですよね。うん、多分人気があると思うんですよ。うん、だってね、僕以外全員女性です。私一人で来てるんですけど、全員女性。なんかすごい、ほんまに。うん、もう先ほどもね、女性のお客さん一人帰られたんですけど、女性しかおらない。私だけです。なんか恥ずかしいです、恥ずかしい。うん、まあでも料理美味しいからね。まだまだ飲みますよ。そんなん一品しか来たらいいうまっ、うん、めっちゃ美味しいわ。うまっ、最高。これはもうほんまにこのタイのね、あのアラだけね、うまいですよ。もう見てください、このすごい美味しそうで、身がね美味しい。実は美味しいんですけどね、これ。うわ、ちょっと箸使い悪いんですけどね、申し訳ないです。これうーっと格闘してますけどね、ちょっといただきます。うん、うまっ。鶏つくねでさっきも食べましたけど、めっちゃ美味しいこれ。うん、ちょっとね、粗挽きの鶏肉。おいおい、やがってよ。いらっしゃいませ。うん、ね、ここはどっちかというと鶏料理とか美味しいですね。うん、あのね、炭焼きの香りがふわっときてね、塩で食べるつくね、いいですね。塩で食べるというか、もう味ついてますから、何もつけなくてそのまま食べるんですけども、すごい美味しいですね。鶏のね、このじわっと鶏汁の甘みがたまんないです、うん、いいわ、ここほんまに最高。うまいですね。うん、もう最高。もうね、言うてないね、私もお腹いっぱいになってきました、ほんまに。今日はね、朝から4軒ほどはしごしてるんですけども、明石焼きに始まって、うん、今日はこの串焼きと、うん、鶏の桃のたたきで終わるという感じになるのかな。うん、まあ、4軒行ったらもう上等でしょう、自分の中で思います。うん、ほんまにもうね、美味しいとこばっかり行って、うん、大満足しました。うん、相葉さん、立ち飲み相葉さんいいですよ。うん、最高。で、こちらのお店はですね、すごいね、日本酒が充実してるんですよ。これなんかね、ジコン、僕ね、前飲んでめちゃくちゃ美味しかったのがね、ジコンですよ。しかも500円です。安い、ジコンが500円飲めるってね、すごいです。まあ、僕ね、あの前飲んでてね、ジコンがね、日本酒の中でもね、唯一あの飲めるお酒でした。うん、最高です。もうね、今日はね、でも 大満足してお腹いっぱいなんでね、もうほんまにありがとうございました。うん、美味しかったですよ。最高です。うん、相葉さん、立ち飲みの相葉さんに行ってきました。めちゃくちゃね、美味しくて、ここは超おすすめの、立ち飲み屋さんです。私ね、もうほんまに良かったです。もしよろしければね、 YouTube のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでいつもね、私の YouTube を見ていただいて本当にありがとうございます。感謝いたします。お疲れ様でした。では。